はい、 J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今日はねメンテナンスについてお話したいんですけれど、タイトル通りですね、よく3弦とか1弦が切れるっていう意味じゃないですか。それは僕も切れたことあるんですよね。でなぜかというといろいろやってみたんですけれど、どうやらねメンテナンスに問題があるんじゃないかと思うんですね。だからこれをね僕はこの半年か1年間ぐらいはずっとこれ試してみたんですよ。そしたら約1年でほぼ1回も弦が切れたことないです。これをね紹介してみたいと思いますね。でまずなぜね弦がこう切れるときは、弾いてるとき切れるのはしょうがないんですけど、こう緩めたりとか張ってるときに弦が切れるときあるじゃないですか。そういうときに必ずこのナットのところでねキコキコ音がするんですよ。こうキーキーとかね、緩めるときとかそういうときに結構切れるときあるんですね。で僕はここのナットをですね、ここにレモンオイルっていうか、レモンオイルを弦交換の時にやるんです。ここに入れるとそれからもほとんどねこの滑りが良くなって、弦を緩めたりこうねこう締めたりする時に音が出なくなった。それから弦がね切れなくなったんですよ。皆さんねこれ、確かにあれか分かりませんから、1年間ぐらいやったところで結果が出てますので、もしよかったらね試してみてほしいと思うんですけど、やり方としてはね、まず綿棒とかあるでしょ、あとレモンオイル、何でもいいですよ、オイルのやつを。でここの綿棒を少しこうね切るんですね。細めに細めにこうここ切って、こういう感じでかなり細く切るんですよ。でこの弦に入る隙間があるぐらいまでこう切って、これをですねここにこうつけますね。つけるんですよ。つけて、でこのナットの溝のとこに入るようにこう塗っていくんですね。これを何回かこう溝のとこにできたら、あとは拭いておいて、これで弦を張るだけなんですよ。そうすると今までキキキキ言っていたのがもう音が出なくなって、それ以降ねほとんど弦が緩める、毎回僕は緩めるんですよ。もう365日緩めるけど、緩めて張ってももう半年1年は1回も切れたことないです。ぜひね試しにして、レモンオイルか何でもいい、とりあえず僕はレモンオイルでこの1年間やりましたけどね、かなり減ってますけど結構いい感じでした。なのでぜひね、試しにやってみていただきたいと思いますね。はい、どうでしょうか、1弦とか3弦がねよく切れる方はぜひお試しいただきたいと思います。この納豆の溝のところをね、オイルを塗って滑りを良くする、とこれだけのことなんですよ。これだけのことでかなり変わってきますので、ぜひねお試しあれです、ね、ぜひ試してみてください。多分いい結果が出ると思いますのでね。多分本当の音が出る方は要注意ですよ。こう弦を緩めたりとかキッキッキッキ言うでしょ、それはここで摩擦が起きてるんですよ。だからその時に、緩める時にその摩擦が起きて切れるんじゃないかと僕は推測してます。なのでこれが滑りが良くなってくると、摩擦のが少なくなってくるので切れにくくなる。これは多分一理あると思うんですけど、僕も素人ですからねあれですけど、こう1年間ぐらいの実績があるんで、半年以上かな、半年以上1年未満の実績があるんで、これぜひね試していただきたいと思います。はい、1弦3弦切れる方ね、特に切れる方はぜひね、メンテナンスに力を入れてもらったらいいと思います。はい、参考になりましたらね、ぜひね、チャンネル登録とかいいねとかねよろしくお願いします。やってみてよかったらまたね、いいねとか感想とかねコメントいただきたいと思います。 J チャンネルでした。